の島を案内するんだよね。じゃあ行こうか。ここから10分くらい歩くと江ノ島に着いちゃうよ。この先の弁天橋の両側は海水浴場なんだよね。今日はあっちいから海水浴場は、うひゃー、やっぱものすごい人だよ。人だらけ。私も入っちゃおうかな。日差しも強くていい具合に焼けそうだしね。なんて、なんでもないです。今日は江ノ島を案内する約束だから我慢なんだよね。それにしてもここってさ、潮風が吹いてて超気持ちいいね。江ノ島は江戸時代の昔から行楽を兼ねた参拝地として超有名だったんだよ。昔も今もそれは変わりませんな。この弁天橋を渡って左手に行くとヨットハーバーがあるんだよ。ほら、ヨットハーバー。ここは東京オリンピックのヨット競技のために作られたところなんだって。う、東京オリンピックって何年前？私はよく知らないんだけど、まだ生まれてないし、ひょっとしてまさか生まれになってました？倫理からクルーザーまで1000隻を超えるヨットがここにはあるんだって。夏の湘南でセーリングなんて洒落てるよね。いいよね。ここが江ノ島の入り口です。湘南って夏、若者ってなんか今時のイメージがあるように思えるけど、ところが江ノ島は神社や土産物屋が立ち並ぶ昔ながらの観光地って感じよね。でもこういう懐かしさが味わえるのもいいでしょ。じゃーん、大きな鳥居が出現しました。江ノ島神社にご到着です。ここ江ノ島神社は越の宮、中津の宮、奥津の宮の3つを総称して言うの。ここは日本三大弁財天の一つと言われるほど有名なんだって。ここは江ノ島神社の本社、越の宮よ。3つの宮には海の守護神である女神が祀られているの。ここ辺津宮には滝津姫の御事が祀られているのよ。見て見て、この絵馬ピンク色変わってるよね。面白いでしょ。エスカー、エスカーって何って思わなかった？その答えはじゃん、エスカレーターでした。エスカレーターだからエスカーだって。そのまんまじゃんね。あら、おかしくないの？おかしいじゃん。でもこれってものすごく便利。江ノ島は階段が多くて疲れるからほんと助かるよ。これ作った人超頭いいよね。中津の宮にやってきたよ。ここには一木島姫の御事が祀られているの。それにしても朱色が鮮やかね。これは宝安殿といって裸弁天で知られる妙音弁財天と八臂弁財天が祀られているよ。ちなみに写真撮影は禁止なの。恋人同士で来ると弁天様がやきもち焼いて二人は別れてしまうなんて言い伝えも聞いたことがあるけど、果たしてその真相はいかにって感じよね。エスカーの終点はここ江ノ島植物園です。南国ムードいっぱいの園内も楽しめますが、おすすめは360度、やっぱりパノラマ展望台なんですが、ありゃ
ありゃありゃ、植物園と展望灯台は改装工事中なのよね。残念、また今度来よ。残念。ちなみにリニューアル後は新しい展望灯台を隣に作って古い方は取り壊しちゃうんだってさ。残念。そしてここが江ノ島神社の最後の一つ、奥津宮。田切姫の命が祀られているの。この拝殿には酒井宝一の作品の八方睨みの亀の絵が飾られているの。さあ天井を見上げてみましょう。うわ、目があった。この絵どこから見てもこちらを睨んで見えるところから八方睨みの亀と呼ばれているのよ。なんとも不思議な絵でしょ。あら、また目が合っちゃった。ありゃ、またもう嫌。今度は恋人の丘にやってきました。ここで恋人同士で鐘を鳴らすと必ず幸せになれるんだって。鳴らしてみたりする？いやー、ここは別名龍恋の鐘といって天女と龍の伝説にちなんで建てられたものなの。天女と龍の伝説って知ってる？知らないの？じゃあお話ししてあげるね。昔昔、この辺りに悪事の限りを尽くす5つの頭の竜が住んでいました。村人はなんとかこの竜を沈めようとしましたが、かえって竜の悪事は増すばかりでした。ところがある時、空に美しい天女が現れました。それを見た竜はたちまち天女に一目惚れ。竜は天女に結婚を申し込みました。天女は竜が改心して人を助けるようになることを条件に結婚を受け入れました。そして二人は結ばれ、長く長くこの地を守り続けました。めでたしめでたしってね。これが天女と竜の伝説のあらましよ。海岸に降りてきたよ。ここは稚児ヶ淵といって釣りや磯遊びには絶好のポイントなんだって。夕暮れ時にここから見える富士山も素敵なんだよ。稚児ヶ淵という名前は建長寺の僧慈久が恋した宗正院の稚児白菊がここに身を投げて慈久もその後を追ったという伝説から来ているそうなの。ちなみに稚児ってのは男の子のことよ。最後に岩屋に寄っていこうか。稚児ヶ淵から断崖沿いに歩いていくと着いちゃうんだよ。ここは長い年月をかけて波が作った洞窟なの。かつては弘法大師や日蓮聖人も修行したという霊場なのよ。江ノ島は本来信仰の島として崇められていて、弁財天の江ノ島神社と龍神の岩屋がその中心だったそうね。洞窟は第一岩屋と第二岩屋の2つに分かれてるの。神秘的な照明や音響が雰囲気を盛り上げてるね。第二岩屋の奥では龍神様とご対面できるんだよ。さーて、帰りは裏道を通っていこう。東参道とも呼ばれるみたいだけど、西側なのになんで東なんだろうね。不思議不思議。こっちから通るとずっと下りだから楽ちんでしょ。辻堂や茅ヶ崎の方が見えるのもポイント高いよね。あ、エスカーが見えてきた。これで江ノ島は一通り回ったことになるね。今日は一日お疲れ様でした。今度はお寺巡りしようね。
それまで、バイバイ。おはようございます。昨日はよく眠れた？まだ眠いの？最初は。それじゃあすぐ近くの龍光寺に行こう。ここが龍光寺よ。いつも車窓から見えてるよね。江ノ島から腰越に向かうときに路上に出て最初に目に留まるもんね。入り口は仁王門っていうの。両サイドの仁王像が迫力あるでしょ。じゃあ入ろっか。これは辰野口法南の石碑だよ。辰野口法南って日蓮上人にまつわるお話なんだけど、知ってる？それじゃあお話しするね。鎌倉幕府から迫害を受けていた日蓮上人は辰野口刑場で首を切られることになったの。いよいよ役人が首を切ろうと刀を振り上げた時、江ノ島の方から満月のような光のものが飛んできたの。その光によって役人は倒れ、役人が持っていた刀は折れてしまったので刑は中止されることになって、日蓮上人は難を逃れたというお話なんだけど、すごいでしょ。奇跡のお話だよね。今だったらCG とか SFX とかで映像化したら面白いよね。うわー、細かい細工だね。龍の彫刻も見事だよね。この三門の彫刻は中国の古寺に由来してるんだって。これは土楼ね。この楼は辰野口法南の時に日蓮上人が入れられたと言われているものなんだよ。龍光寺の始まりは、日蓮上人の弟子である日光上人が辰野口刑場跡にお堂を建てて敷川石を安置したことだと言われているのよ。敷川石というのはね、辰野口法南で日蓮上人が首を切られそうになった時に座らされた石のことで、その石の上に川が敷かれていたからそう呼ばれるようになったんだって。この大本堂にはその敷川石が安置されているので敷川堂とも呼ばれているんだよ。奥に五重塔が見えるね。後で行こうね。これが鐘楼堂だよ。大きな鐘だね。重さは 2.6 トンもあるんだって。乗用車2台分だよ。すごいよね。この鐘は円珠の鐘って呼ばれていて、ついたら寿命が伸びるって話。でもいっぱいついてもダメなんだよ。一人一回だけなんだって。これが五重塔だね。近くで見ると大きいな。神奈川県で唯一の木造五重塔で、神奈川県建築物100選にも選ばれているんだよ。この龍光寺には見晴らし台もあるんだよ。ちょっと登るけどいい景色だから見に行こうよ。着いた。うひゃー、やっぱ見晴らしがいいな。気持ちいい。そうそう、龍光寺では毎月第3日曜日に骨董市が開かれるんだ。骨董品のフリーマーケットみたいなもんかな。可愛い食器とか小物も見つかる穴場なんだよ。結構面白いから今度来てみる？え？やけにお寺に詳しいじゃないかって？見た目と合ってないって？そりゃ詳しいよ。だっておじいちゃんお寺の住職なんだもん。小さい頃からいろんなお話をしてくれたんだよ。だから自然に詳しくなったんだ。ここが江ノ島水族館だよ。1954年にできたってことだから、私が生まれるずっと前からあるんだね。小さい頃お父さんがよく連れてってくれたっけ。予定ではね、2003年12月一旦閉園して2004年4月にリニューアルオープンすることになっているの。
どんな風にリニューアルされるのか今から楽しみだね。それじゃ入ろうか。見て見て、あの魚超かわいい。それにしてもいろんなお魚さんがいるよね。あの黄色いお魚、なんかどっかで見たことあるような気がする。どこで見たんだろう。思い出した、前に付き合ってた彼氏だ。顔そっくり。あの白い魚はその前の前の前に付き合ってた人に似てる。あれ、あの魚はその前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 の彼氏に似てる。あの魚もその前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 の腰越駅に着いたよ。江ノ島と腰越の間は路面を走ってた列車もここからまた専用軌道に戻るのね。この駅は4両編成だと鎌倉寄りの1両はホームからはみ出しちゃってドアが開かないんだよ。って知ってるよね、運転士なんだから。じゃあこの駅の駅名表示が鎌倉堀でできているって知ってた？これはちょっとした豆知識だね。駅名表示の下に満福寺下車駅って書いてあるでしょ。徒歩3分なんだよ。満福寺に行ってみよう。ここが満福寺の入り口ね。江ノ電の線路に面しているから石段の前に遮断機があるのが特徴なの。このお寺はね、源義経の腰越城にまつわるお話で有名なのよ。平家の軍を破って1186年5月に鎌倉に帰ってきた源義経は、政治家の兄頼朝とは方針が一致しなかったため怒りを買って鎌倉へ入ることができなかったんだ。そこで義経は満福寺に留まって迂回を解こうと一通の嘆願文を差し出したのよ。それが腰越城ってわけ。その腰越城の下書きになった文書がこのお寺に残されているんだよ。これは弁慶の腰掛け石ね。弁慶はかなりの大男だったって言い伝えがあるけど、この石はそれほど大きくないよね。もしかしたらちょっと座りづらかったかも。このお寺は本堂の襖絵がすごいんだよ。そりゃ驚くわよ。中に入って見てみようよ。ほら、すごいでしょ。この襖の絵は全て鎌倉彫りの技法を取り入れた漆画なんだよ。漆の独特の色合いがいいよね。この襖絵は義経にまつわる物語を描いているんだ。とっても細かくて綺麗だよね。裏表合わせて全部で32面もあるんだから。この絵はさっき話した腰越城の場面ね。義経の心苦しそうな表情が伝わってくるね。辛そうだよね。満福寺を出て国道の向かい側にやってきました。七里ヶ浜と腰越漁港の間にある小百合岬に立つのがここ小百合神社なの。源平合戦で活躍した佐々木盛綱が小百合岬の美しさに感動して八王子の宮を勧請したのが始まりとされているの。新田義貞が鎌倉攻めの時に神社に戦勝を祈願し、成就の後に太刀を寄進したとされているのよ。小百合という名前はかつて松の木が風もないのに枝を震わせ美しい音色を奏でたとされたことからついたのよ。続いてやってきたのは極楽寺駅。なかなか風情のあるところでしょ。極楽寺はここから歩いてすぐのところにあるのよ。ここは鎌倉唯一の真言律宗のお寺。北条重時がこの世に極楽浄土のような姿を表そうとして建立を開始したのね。ところが工事半ばにして重時は亡くなってしまったの。でもその志は子供たちに受け継がれて、重時の子供長時と成時がその後極楽寺を完成させるんだよ。
は人相を招き、ついに改ざんしたわけ。人相は貧しい人や病人を無料で世話するなど、精力的に慈善事業を行ったのよ。寺は栄えたけれども、度重なる戦火によって建物はことごとく焼失してしまったと伝えられているわ。今ではこの本堂前の石臼と石鉢が人相の偉業を今に伝えているのね。そうそう、人相は慈善事業だけでなく土木事業にも力を入れたらしいわ。極楽寺切通しも彼が切り開いたもので、鎌倉七切通しの一つとされているの。切通しというのは山を切り崩して作った鎌倉と外部を結ぶ道のことよ。鎌倉は三方を山に囲まれ、防御には適してはいるけれども、物資輸送のための交通路の整備が必要とされたってわけね。ということで今日はこれでおしまい。お開きです。どうだった？楽しかったかな？今度は鎌倉駅の周辺を回ろうね。楽しみにしててね。それじゃあまたね。バイバイ。今日は鎌倉駅周辺を散策しましょう。最初は西に20分ほど歩いたところにある源氏山公園に行ってみよう。ここっていつ来ても坂が急で疲れちゃう。この坂道は毛梅坂といって、新田義貞の鎌倉攻めの時に主戦場になった場所なんだよ。やったー、源氏山公園に到着。ここってその昔、源頼義が戦勝祈願を行ったことから源氏山と呼ばれるようになったんだって。あ、この像は源頼朝だけどね。今は公園になっていて、特に桜や紅葉の季節はたくさんの人でにぎわうのよ。疲れちゃった。ちょっと横になってもいいかな。ここが小町通りです。この通りは鎌倉駅東口から鶴岡八幡宮まで続いています。ここはいつも観光客でいっぱいの人気スポットよ。お土産屋さんや飲食店が200軒くらい並んでいて、左右の路地に入ったところにも素敵な店があるので要チェックね。ところで、美味しいコーヒー入れてくれるお店知ってるんだけどさ、一息入れていかない？喉渇いちゃった。お腹も空いたし。さて、鶴岡八幡宮に向かいましょうか。この若宮王子の真ん中にある歩道を段葛というの。源頼朝公が妻政子の安産を祈願して築いたものと言われているのよ。両脇には桜が植えられていて、4月になると桜のトンネルになるの。綺麗だよ、桜のトンネル。4月くらいにまた来ようね。車を気にせずに歩けるのもまたいいよね。鶴岡八幡宮側から段葛を見ると、道幅が狭くなっているのがわかる？社殿を遠く見せるために遠近法を取り入れたんだって。ところでさ、遠近法って何？この急な橋は太鼓橋というの。鶴岡八幡宮の入り口にあるんだけど、今は通行できないみたいね。ここが鎌倉幕府が武士の守り神とした鶴岡八幡宮よ。橋の名所の源平池や三大将軍源実朝公を暗殺した老いの公暁が身を隠していた大井町、他にも鎌倉国宝館とか見どころが多いのよ。これは舞殿といって、源義経の側室だった静御前が
頼朝の前で義経をした舞を舞ったことで有名なの。知ってる？そういえば4月には鎌倉祭りがあるの。静かの舞やこれまた有名な流鏑馬が披露されるんだよ。流鏑馬は疾走する馬から的を射る行事のことよ。もちろん知ってるよね。建物は江戸時代に建立されたものみたいね。今も昔も鶴岡八幡宮は鎌倉観光の中心ね。正月は信じらんないくらい混むんだから。さーて次は鎌倉街道を北に進んでいくよ。ここは建長寺といって臨済宗建長寺派の総本山よ。鎌倉御山の第一位ってこの辺のお寺のボスみたいなもの？その昔北条時頼が宋のお坊さんの蘭渓道隆を招いて禅宗専門道場として作ったんだって。この門は古福門といってこの額が有名なのよ。古の字に点が一つ加わっているでしょ。この点が百貫の重みに相当するとかでこの点を百貫点と呼んでいるんだって。ところで百貫ってどれくらい重いの？正式名称は古福山建長広国禅寺というの。言えた。一回ではとても覚えられないよね。これは梵鐘といって北条時頼が小野重光に作らせたものなんだ。創建当時から残っている貴重なものなんだって。建長寺は度重なる火災で当初の建物の多くは焼失したんだけれど江戸時代に沢庵禅師たちによって復興されたそうよ。ちなみに沢庵禅師って人は漬物の沢庵漬けを考えた人なの。なんかそういう話を聞くとかなり親近感湧くでしょ。裏山の奥にある搬送棒に向かっているんだけど結構歩くんだよね。ねえ、ここからは一人で行かない？ちょっと、あの木の上、見て！ほら！私は見ることできないけど、羽の生えた鼻の長い人が立ってるでしょ？見た？見た？見えた？ほら、ここにも！そこにも！あ、こんなにたくさん！ここ搬送棒には天狗の姿をした搬送棒大権現が祀られているのよ。いっぱいいっぱい天狗像があるでしょ。12体もあるんだよ。12体も。何も律儀に1ダースも揃えなくてもいいのに。いやでこっち見てる。ダメなのよ。私小さい頃からここ苦手なのよ。もうダメ。限界。ちょっと走ろう。助かった。でもここってさ、天狗の像が並んでいたり、大前世や下駄が奉納されていたり、独特な雰囲気があるよね。それじゃ。そろそろ帰ろっか。帰るには来た道を戻らないとダメなのよ。もういや。それじゃあまた走るけどいい？いいよね？ね？そうそう、けんちん汁ってあるじゃない？野菜や豆腐を油で炒めて作ったおつゆ。あれってこのお寺が発祥の地なんだよ。建長寺汁がなまってけんちん汁になったらしいよ。建長寺汁、建長汁、けんちん汁ってね。ほら、本当でしょ？ね？ね？今日も結構歩いたね。
お腹も空いてきたし、けんちん汁でも食べに行こう。今日は由比ヶ浜駅から出発、最初は鎌倉文学館に向かいましょう。江ノ電由比ヶ浜駅から徒歩7分ほど、林の中の小道を抜けた中に鎌倉文学館はあるんだよ。ここには鎌倉にゆかりのある文学者の著書や原稿、愛用品などを収集、保存してるの。訪れる人に文学に親しんでもらったり、調査、研究のために使われているの。鎌倉文史という言葉があるほど、こと鎌倉には数多くの作家が住み、作品を作り出していったの。自然や歴史に恵まれて、神社やお寺が多いから、テーマにはこと書かないよね。鎌倉にゆかりのある文学者を見て、どれくらい知っているかって？龍之介、夏目漱石は名前くらいなら聞いたことがあるかな。え、少ない？別にいいんだ、頭悪くても。だってあたし可愛いからそんなこと気にしないもん。ここは加賀百万石の藩主として知られた旧前田侯爵家の鎌倉別邸だったんだよ。現在の建物は昭和11年に洋風に改築されたもので、邸内といい、外観といい、重厚な雰囲気で文学館にはぴったりよね。昭和58年に鎌倉市に寄贈されてからは、さらに内部を補修し、昭和60年に文学館として開館したのよ。そうそう、春と秋に咲くバラも見事なんだよ。さて、次はいよいよ鎌倉のシンボルと言われている超有名な観光スポットに行くよ。ほら、鎌倉の大仏。高徳院は浄土宗のお寺で、なんといっても鎌倉大仏が有名よね。ここは鎌倉観光といえば必ずと言っていいほど訪れる場所。高さは約 11.3 メートル、国宝に指定されているのね。この大仏様は結構歴史が波乱万丈なのよ。1243年に木造にて完成し、1498年には津波で大仏殿が流されて廬山になる。さらに関東大震災では台座が崩れてしまったとか。当初は全身が金箔で覆われていたそうよ。金箔って金、ゴールド、超眩しかったんだろうね。今ではちょっと想像つかないけど。高徳院の奥にやってきちゃった。ここには与謝野晶子が大仏を見て読んだ碑があるの。鎌倉や御仏なれど釈迦牟尼は美男に酔わす夏子たちかな。すごい、ちゃんと言えた。昨日予習しちゃった。あ、見て見て、リスじゃん。この辺りってリスがいるんだよ。ありゃ、いや、うひゃ、かわいい。たくさんいるんだ。リスってさ、何食べるのかな。え、キャンデー、コーヒー味の？マジ？マジで？はあ、なんか名残惜しいけど、そろそろ次に行きましょうか。ここは長谷寺の総門前よ。ご本尊の11面観世音菩薩にちなんで長谷観音って呼ばれてるね。ここは奈良時代の終わり頃に作られた、とっても歴史のあるお寺なんだ。門の前に伸びている松は門かぶりの松っていうの。独特の風情があっていいよね。それじゃあ見学しようか。総門を入ると2つの池があるの。こちらは北条池だよ。この池の周りには
四季折々の花が咲いて、とっても綺麗なんだ。梅雨時の花菖蒲や秋の紅葉は絶品なんだから。また季節が変わったら見に来ようよ。ね、ね。この奥が弁天窟だよ。中は暗くて天井が低いから気をつけて。ご本尊の弁財天は弘法大師が自ら刻んだという言い伝えがあるの。中に入ってみようか。いた。あ、頭ぶつけちゃったよ。中腰じゃないと歩けないね。あ、いた。今度はよそ見しちゃったよ。ここが観音堂ね。木造としては日本最大級と言われる 9.18 メートルの高さを誇るご本尊、11面観世音菩薩像が祀ってあるお堂よ。ここの観音様は右手に石杖を持った独特の姿をしているの。あ、石杖ってのはお坊さんが持っている杖の上に輪っかがついてシャンシャン言うあれね。大きくてきらびやかで立派よね。この迫力は近くで見ないとわからないよね。観音堂に向かって右側の建物が阿弥陀堂ね。阿弥陀如来が祀られているわ。ではここで豆知識を一つ。阿弥陀如来の阿弥陀っていうのはサンスクリット語で無量の寿命という意味があるのよ。ためになるでしょう。ところでさ、無量の寿命ってどういうこと？観音堂に向かって左側の建物が大黒堂よ。七福神の一人大黒天が祀ってあるお堂ね。大黒様は出世開運五穀豊穣の神様だから、よーくお願いしておけば一気に出世するかもしれないよ。まあ努力なしでは無理だろうけどね。うわー、すごいね。ここの見晴らし台からは相模湾が一望できるんだよ。うーん、風が気持ちいい。真ん中のあたりが葉山かな。机やベンチもあるからお弁当を食べたりのんびり休んだりもできるね。ちょっと休んでいこうか。稲村ヶ崎に到着。ここから七里ヶ浜までは歩道が整備されている上にレストランやいろいろな店が並んでいるのよ。眺めもいいし、まさにビーチリゾートって感じね。歴史的には新田義貞の鎌倉攻めが有名ね。ここはかつて干潮時にようやく渡ることができるという交通の難所で、義貞は海に黄金の太刀を投げ入れて海を沈め潮を引かせたんだって。そしてここの夕日が美しいのはその黄金の太刀が今も輝き続けているからだと伝えられているの。なんてロマンチックなのかしら。キラキラ光って綺麗ね。うわー、あの人うまいね。七里ヶ浜はサーファーのメッカと言われているのよ。この辺りはドラマや映画の撮影にもよく使われるのよ。あなたサーフィンとかやる？私はやりません。金槌だから。夕日が綺麗でしょ。何度見ても飽きないな。あー、でも残念、こんなに日が暮れて。早く回り終わったら日に焼こうかと思ってたのにな。そうだ、今度の日曜空いてる？なんでって決まってるでしょ。体焼くのよ。背中にサンオイル塗ってほしいのよ。行く？行く？行きたいでしょ。ところで名所巡りはここで終わりだけど、どうだった？もちろん楽しかったよね。それじゃあまた来週ね。